緊張するね。そう言って僕の隣で嬉しそうにカナが笑っている。彼女と僕は小学校の頃からの付き合いで、小さい頃からいつも一緒だった。高校卒業後彼女と交際し、早数年、ようやく僕らは今日結ばれるのだ。彼女には実の両親がいない。彼女はもともと施設で暮らしていた。カナの両親は幼い彼女を置いて姿を消してしまったからだ。不幸中の幸いなのが、近所の人が彼女が育児放棄されていたことに気づき、彼女は施設に保護されたことだった。寂しくないの？小学生の僕は彼女にそう聞いたことがある。今思えば本当にぶしつけな質問だが、当時の彼女は僕に対して、全然寂しくないよ、だって達也がいるし、そう言って無邪気に笑った。そんな彼女の笑顔が僕は大好きだった。二人ともおめでとう。かなちゃん本当に綺麗だな。達也も意外に似合ってるじゃないか。ありがとうございます、お兄さん。兄とカナが楽しそうに話している。年の離れた兄は面倒見がよくて、忙しい両親に代わり僕とカナの相手をしてくれた。僕がカナと付き合うようになったのも、ある意味兄のおかげである。ちゃんとカナちゃんのこと幸せにしろよ。そう言って兄は僕の背中を叩いた。分かってるよ。なんだ、緊張してるのか？僕の返事の間に兄は首をかしげてそう尋ねた。そりゃあね、兄さんの時は見てるだけだから気楽だったけど、自分たちが主役だと思うと緊張で昨日も眠れなかったよ。そっか、まあ始まってしまえばあっという間だよ。兄はそう言って笑った。兄は結婚していてすでに子供もいる。今日は家族3人でお祝いに来てくれた。後で娘にもかなちゃんの花嫁姿見せてやってくれよ。すごく憧れててさ。了解、楽しみにしててよ。それじゃかなちゃんもまた後でね。そう言うと兄は姉さんと娘の元へ戻っていった。久しぶりだったけど相変わらず元気そうでよかったね。そうだな。そんな風にカナと話しながら、なんとなく彼女との出会いを思い出していた。小学生だった僕は当時同級生の友達にうまくなじめずにいた。日頃から年の離れた兄と接していたことや、兄の友達の仲間に入れてもらっているうちに、同級生がどこか幼く感じ、彼らに興味が持てなかったのだ。そんな時に彼女は僕のいた小学校に転校してきた。今日から皆さんのクラスメイトになる高橋かなちゃんです。みんな仲良くしてあげてくださいね。クラスを担任している先生が僕らの前でそう言った。よろしくお願いします。当時のカナは先生から紹介されると消え入りそうな声でそう言った。それを見た僕は最初、ずいぶん雰囲気の暗い子だな、そういった印象を持ったが、特に関わることもないだろうし、彼女を気にすることもなかった。彼女が転校してきてから1ヶ月が経っていたが、彼女はまだクラスに馴染めていなかった。別にいじめがあったわけではない。初めのうちは目新しさもあって、みんなが彼女に積極的に話しかけていた。でも彼女はどこか遠慮しているというか、周りと関わりを持つことを怖がっているような、そんな雰囲気だった。彼女との関係が変わったのは、新学期の委員会を決めるときだった。それでは、委員会の組み合わせはこれでお願いします。まあ仕方ないか。僕と彼女は同じ図書委員になったのだ。放課後、僕と彼女は図書室にいた。図書委員は人気がなかったため、
僕は特にやりたいものもなく、彼女は自分の意見も言わないうちに気づくと僕たち二人が同じ委員になっていた。まあ特にやることもないし、そんな風に思いながら何気なく彼女に話しかけた。かなちゃんは本とか読むの？少し。へえ、どんなの？無言でいるのがなんとなく嫌だった僕は、間を持たせるために彼女に話しかけ続けた。そうしているうちに彼女の口数も徐々に多くなり、そうやって放課後に少しずつ会話をするのがいつの間にか日課のようになっていた。彼女に対する印象が変わったのはそれから間もない頃だ。その日は祝日のため学校が休みで、僕は両親に頼まれたお使いの帰り道だった。ん？あれは？何人かの大人たちと一緒にカナが公園にいたのだ。彼女たちは袋を広げ、公園のゴミ拾いをしていた。何してんの？僕は彼女に近づいて尋ねると。え？振り返った彼女は僕の顔を見て驚いた。そんなお化けに会ったみたいな反応しなくても。どうしてここにいるの？僕の家すぐ近くだから。かなちゃんは何してるの？ゴミ拾い。施設の行事だから。施設って？耳慣れない言葉に僕が疑問に思いながら聞くと、彼女はポツリポツリと話してくれた。僕は初めてそこで彼女の境遇を知ったのだ。後から彼女にこの時のことを聞いたら、あの時は本当に驚いちゃって動揺して気づいたら話してた。まあ達也はあの時の私にとってちゃんと話せる数少ない相手だったし、別にいいかなって。そう言って照れたように笑っていた。僕はそれから図書委員の仕事がない日も彼女と過ごすようになった。自分でもなぜだかわからなかったけど、多分彼女の境遇に同情していた部分もあったのかもしれない。僕と一緒にいることで僕の兄とも自然と会う機会があった。君がかなちゃんか。いつも達也と遊んでくれてありがとうね。いえ。兄ちゃん、なんか恥ずかしいだろ。ほら、カナ行くぞ。そう言って彼女の手を引くと、彼女は恥ずかしそうに顔を伏せて僕の後をついてきた。兄はその様子をニヤニヤしながら見ていた。それから数年が経ち、僕たちは高校生になっていた。達也、これ。そう言ってカナが僕に可愛くラッピングされた小さな箱を手渡した。もうすぐ私たち卒業でしょ？記念のプレゼントあげる。え、僕何も用意してない。いいよ、私が勝手に用意したんだから。僕は気まずそうにそれを受け取った。彼女は仲良くなってから時々こんなサプライズをする。そう。図書委員になったあの時から僕たちはずっと一緒にいた。男女が一緒にいると思春期の頃は特に周りにからかわれたりもしたが、僕はもともと同級生にそれほど興味がなかったし、彼女はというと。やめてよね。達也とはそんなんじゃなくて兄弟みたいなものなの。捕まえられたらやってみる。そう言って顔をあからめていた。彼女はいつの間にかクラスの中心にいた。もともとの性格はきっと明るかったんだろう。当時は塞ぎ込んでいた彼女だったが、それも僕と接していくうちにいつの間にか徐々にクラスにも馴染んでいった。彼女には本来の明るい性格を取り戻すきっかけが必要だったのだ。両親から捨てられ、慣れない環境に身を置き、いつの間にか暗く塞ぎ込むようになっていた彼女は、少しずつ元の明るさを取り戻した。僕がそのきっかけになれた気がして、当時は少し誇らしかったものだ。ただいま。
帰り。学校から家に帰ると兄さんが迎えてくれた。この頃兄はすでに結婚して家を出ており、会うのは久しぶりだった。兄さん来てたんだ。姉さんは？ああ、実は今ちょっと喧嘩中でさ、家に居づらいから今日はこっちに泊まるわ。そう言って兄は頭をかきながら苦笑した。やっぱり結婚すれば変わるもんなの？そりゃあな、達也もかなちゃんと結婚したらわかるよ。いや、かなとはそんなんじゃないし。僕がそう言うと、もしかしてまだ付き合ってなかったのか？呆れたように兄はそう言った。まだも何も、カナとは兄弟みたいなもんだし。その言葉にますます兄は呆れたようだった。お前なあ、まあ自分が一番よく分かってると思うが、手遅れになってから後悔するなよ。兄はそう言うとかつての自分の部屋に戻っていったが、兄のその言葉はずっと僕の心に残っていた。兄さんのあの言葉がなかったら、いつまでも自分の気持ちをカナに伝えられなかったのかな。おめでとう。おう、久しぶりだな。来てくれてありがとう。思い出を懐かしんでいるうちに結婚式は無事に進んでいた。久しぶりに会う友人たちは僕たちのことを祝福してくれた。横を見ると小学校の頃の同級生がカナと楽しそうに話していた。おめでとうさん。僕は声をした方を振り返ると、そこには兄夫婦と娘の愛ちゃんがいた。お兄さんお姉さん、それに愛ちゃんも、今日は来てくださってありがとうございます。同級生との会話を終えたカナも兄夫婦に気づいたようで、カナはそう挨拶をした。カナお姉ちゃんすごく綺麗。愛ちゃんは興奮した様子でそう言った。ありがとうね愛ちゃん。愛ちゃんが結婚する時もお姉ちゃんを呼んでね。うん、絶対呼ぶ。愛ちゃんは笑顔でそううなずいた後、ふと周りを見渡した。どうしたの？僕が不思議に思ってそう尋ねた時だ。そういえばお姉ちゃんのパパとママは？家族の人は今日来てないの？その瞬間一瞬空気が止まったようだった。あー、うん、実はお姉ちゃんパパとかママとか家族がいないんだ。カナが少し困ったように笑いながらそう言うと、どうしていないの？アイちゃんはますます不思議そうにそう言った。 UQ ならネットがサクサクつながる、サクサクつながる。こら、アイ。そう言って兄が申し訳なさそうに止めようとした時だった。お姉ちゃんはね、これから大好きな人と二人で家族を作っていくんだよ。兄の妻である姉が愛ちゃんにそう言った。家族を作るの？そうだよ。愛はお父さんとお母さんと家族よね。うん。じゃあお父さんとお母さんは最初から家族だったと思う？ちょっと難しかったかな。家族はね、お互いの気持ちを頑張って伝えて愛し合ってようやくなれるの。もちろん喧嘩とかもしちゃう時はあるし、相手がどう思っているのか不安になっちゃう時もあるけど、でもそうやって頑張って自分の大好きな人と二人で家族を作っていくのって素敵じゃない？うん、素敵。カナお姉ちゃんも大好きなお兄ちゃんと素敵な家族を作ってね。そう言って無邪気に愛ちゃんは笑っていた。家族を二人でか。そうだったな。
結婚式は無事に終わって僕たちはホテルで一息ついていた。いやー、緊張したけどあっという間だったね。みんなお祝いしてくれてすごく嬉しかったな。カナは式を思い出して興奮しているのかはしゃぎながら笑っていた。そうだね。なあカナ、ん？姉さんの言ったこと覚えてるか？僕がそう尋ねると、あれね、誰かさんのセリフを思い出しちゃった。やっぱり覚えてたか。もちろんだよ。だって達也がようやく私に告白してくれた時の言葉だもん。そう言った彼女の表情はどこか懐かしげだった。卒業間近だったあの日、カナからプレゼントをもらい、兄と会話したあの後から、僕は兄の言葉がずっと胸に引っかかっていた。自分の気持ちにはとっくに気づいていた。でも今の関係が心地よくて、それが変わってしまうことがどうしようもなく怖かった。でも兄の言葉で、後悔はしたくない、カナも誰かに取られたくない、そんな思いがはっきり僕の胸に込み上がったのだ。それから1ヶ月近く、今までにないくらい真剣にカナとのことを考えていた僕は、ある日の夕方、彼女を公園に呼び出した。どうしたの改めて。あ、もしかしてこの間のお返し？私の勝手なプレゼントだったのに悪いね。そう言って無邪気に笑う彼女をよそに、僕は心臓が飛び出そうなほど緊張していた。ああ、カナ。何？僕の普段と違う様子に彼女は不思議そうに首をかしげた。この間、僕と兄弟みたいって言ってたよな。ああ、あれね。間違いじゃないでしょ？小学生の頃からずっと一緒だし、いつも達也私の面倒見てくれてたでしょ。まるでお兄ちゃんみたいだなって思ってるとこもあるし。そうかもだけど。何よ、言いたいことがあるならはっきり言ったら。あ、もしかして恥ずかしかった？からかうような彼女を見ていると、なんだかいつも通りで少し気持ちが落ち着いてきた。僕は覚悟を決め、呼吸を整えて言葉にした。カナ、僕と家族にならないか。え？キョトンとした彼女の表情が少しおかしかった。だから、僕はカナと本当の家族になりたいから、カナと家族を二人で作っていきたいから、僕と付き合ってください。僕の言葉にカナはしばらくうつむいた後、プロポーズみたい。涙を流しながら顔を上げてそう笑っていた。ほんと、いきなりプロポーズしてきたよね。仕方ないだろ、いっぱいいっぱいだったんだし。自分でも今思い出しても恥ずかしくて顔が真っ赤になる。当時は緊張でついああいう言葉になってしまった。あれはあれで嬉しかったし、よかったよ。彼女は少し黙った後、恥ずかしそうにこう言った。ねえ、これから二人で幸せな家族を作っていこうね。幸せそうなこの時の彼女の笑顔も僕は忘れることはないだろう。
東京都に入りました。